さあではいよいよ行きますか。ラストの展開どうなりますやら。あ、やっぱ風間引きずるんや。一体何なんだこの風間さんって人は。これは学校の七不思議を聞くための会合なんだぞ。風間をボコる最終回になるんかなこれ。それなのにこれじゃまるで落語研究会じゃないか。そんな面白くないし別に。風間さんこっちを見てニコニコ笑ってるよ。仕方ない人だな。せっかく今まで怖い話で盛り上がっていたのに最後にこんなわけのわからない話を聞かされるなんて、あーなんて悲惨な一日だったんだ。ほんまやで。他のみんなもしらけきってるよ。7人目もいつまで経っても来なかったし。あーもうやめたやめた。そう、仕切ろ仕切ろ。それじゃあ皆さん怖い話を聞かせていただいてありがとうございました。7人目がどうと現れず残念でしたが、今までに聞かせていただいた話をもとに特集を組みたいと思います。それではこれでお開きにしましょう。来た来たさあ誰や。白井黒木来たから次は赤木か緑間か。あー日野や。あー日野や。あードアが開くとこの会議を催し彼ら6人を集めてくれた日野先輩が顔を覗かせたからだ。おう首里城、こんな時間までご苦労だな。人の話し声が聞こえたからさ、ちょっと寄ってみたんだよ。おーおーおーおお。まあやっぱ、まあやっぱ日野さんか。日野さんのパターンは、まあまあまあ、あるかなと思ってましたけどね。僕はまあそもそも全部が日野さんなのかなと、勝手に思ってましたけどね。その、逆のパターンの方がレアやったんかもしれない。ん？何言ってんの？そう。ほとんどは日野さんで終わるんじゃない？これ。基本形が7人目日野さんなんじゃないかなと思ってる。ちょっと安心した。はい。よし。頼りになる先輩だ。あ、先輩わざわざありがとうございました。結局一人だけ来なかったんですけれど、七不思議の会合はどうにか終わりました。今皆さんに帰っていただくところです。日野先輩は僕の言葉を不思議そうに聞いていた。お前何言ってんの？七不思議の、何七不思議の会合は明日だろ。え？僕は背筋に冷たいものが走り慌てて振り向いた。なにー？あれ？嘘でしょ？ほんまに守護霊？ちょっと待って、怖っ！そんな嘘だ。今までいたはずの人たちが一人残らずいなくなっていた。お前わし、お前わざわざトイレも行ったど？トイレ行ってゲーム履いたんど？出入り口はここしかない。それなのに煙のように全員がいなくなってしまっていた。どうしたんだよ、幽霊でも見たような顔をして。今日は明日のための準備でもしてたんじゃないのか？明日が本番なんだからな。今日は早く帰って、明日に備えとけよ。ちょっと日野さん、日野さん、まじ、聞いてくれ、聞いてくれ。僕の頭の中に声が響いてきた。だから言っただろ？僕たちはお前の守護霊様だってさ。楽しかったぜ。明日は本番だ。しっかりやれよな。そんな、じゃあ、彼らは本当に僕の、先輩。どうしたんだよ、急に大声出して。先輩、お願いです。やっぱり僕にこんな大役は務まりません。誰か、明日は誰か他の人に変えてください。僕はもう嫌です。その時僕はどんな顔をしていたんだろう。でも僕の言葉を聞く日野先輩の表情から察すると、きっと僕は本物の幽霊でも見たような顔つきだったんだろう。いや、そうよ、そうよ。そうなのよ。僕の頭の中ではいつまでも彼らの笑い声が響いていた。終わりー？終わりー？そういうオチなのか。これ多分エンディング流れますよね。ここで。いや、流れた。はー。もうなんか何のあれもない感じだね。スパーンとこう切られた感じの。
なるほどね。まあ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 いいでしょう。まあこういう終わり方もまあいいでしょう。うん。まあ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 。パターンとしてはだから、全部違うものが見れたから、僕としてはまあ満足はしましたけど、結局一番面白かったのって白井か。白井ですね。白井で、白井のパターンで、死んだやん。白井のパターンで生き残れることってあるんやろうか。それちょっと試したい気もするよな。白井のパターンで生き残る、いやーでも分からんな。なんか結局このなんか物語、ちょっと僕もこのゲーム分からないんで、知らないんで、ちゃんとその調べてるわけじゃないんですけど、結局ちょっと収束していきますもんね。なんかその一つの方向に。だからまあもうあの時点で殺されエンドやったっていう可能性はありますよね。骸骨エンド。まあでも厳密に言うとバッドエンドかどうかも分からんからな、白井の話も。そうなんですよ。エンディングはあったからね、ちゃんと。そうやそうやそうや。あの、なんか、終わりみたいな、カンみたいなやつが多分あの、マックスバッドエンドで、あれは、あの、殺されパターンね。あれは2回あったから、だから、まあ別にいいんやろなって感じなんですけど、はい。と、まあこんな感じで、ちょっと、なんか後味がすっきりする、すっきりはしないんですけれども、まあ私の実況はここで終わろうかなと思います。まあまあ、こっからは、ちょっと僕もメモったりしてないと、ちょっと順番的なものがわからなくなってきているので、その4周目5周目とかでなった時に同じタイミングの話、いやでもどうなんやろこれ、まだでも全部話かぶってないのがすごいなと思うんやけど、まあ確かに順番変えたっすよ、順番変えたけど話がかぶってないのはすごいから、きっとまだあるんやと思うんですよ、あるんやと思うんですけど、こっから先僕が実況しながらだとどうしてもかぶってきたりとか、多分同じ結末の方に集約しちゃったりとかっていうことが起こってくると思うんですよね。なんでまあまあこういうゲームでしたわーちゃんちゃんぐらいで、まあ今日のところは、今回のところはこんな風に終わっていくのが一番いいのかなと思いますね。あとはまあ例えば皆さんコメントでですね、このゲームを知ってる方おられたら、なんかこのこいつのこの話はちょっと聞いといた方がええよみたいなことがあったら、そうですね、その例えば皆さんがプレイしてた時、子供の時とかにこの話あったはずなんよなみたいな、こういう話あったはずでそれこそがおもろかったんよなみたいなことがもしあればまあコメントとかいただければですね、まあ何かのタイミングでやれることもあるかなと思いますので、まあぜひそういうことがあればですよ、あればちょっとコメント残しておいていただければありがたいなとは思いますね。はい。あとはまあソフトはもうあのいただいてますので、いつでもプレイ自体はできるんですけどね。はい。一応セーブデータもじゃあこの3周目が終わりましたよの状態で残しとこうか。これ逆にあれやな、例えば次1番目進藤誠で選んだら、まこっちゃんはまた最初何やったっけ、何の話だったっけ、一番最初鏡の、 あの合わせ鏡のキリン田村が死んだやつ、あの目のギョロってなった時が一番怖くなかった。ちなみに僕多分一番ビビったあれっすよ。あれになるんかな、なるんやろね、多分なるんやろうなとは思うんすけどね。その多分順番やね、聞く順番やと思うんで、だから僕が今3周終わってやってみたのは振動スタートパターン、誰や、
福沢スタートパターン、風間スタートパターンかですね。だからまあまあ6週とかはやってもいいんかなって感じもするんですけど、うん、なんか同じことになりそうな気もするから、まあ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 この辺で終わっとこうかなとは思います。はい、てんててんててんててんのね、このいいですよね、あのオープニングの音が一番良かった、ここよ。ここになんかヒントあったりすんのかな。すっごいめっちゃ子供やん、小学生ぐらいやんこれ。悪魔になりよるやん。全然内容とオープニングの感じちゃうよね。全員オーバーハンドおっさんやし、出てきてる人こんな小学生みたいな子じゃないし、旧校舎のことばっかり言うんかと思ったら全然関係ない話ばっかりしておるし、はい、まあなかなか楽しめました。はい、ということで学校であった怖い話、とりあえず一旦これぐらいで締めておきたいと思います。短い回長い回いろいろありましたが、それはまあゲーム特性上仕方ないということでお許しいただいて、はい、また別のゲームでお会いしましょう。ではありがとうございました。